大きな目標やその達成には代償を問わず必ず障害物が出てくるものだ。大事なのはその障害物に人が示す反応であって、障害物そのものではない。立ちはだかる困難には一つの意味しかなく、それはその困難にどう反応するかだ。ブルース・リー。ブルース・リーは武術家でありアクション映画スターでもあります。そんな彼は13歳から武術を始め、32歳で生涯を閉じるまで一日として練習を欠かさず、人生で大事なことは全て武術の修行から学んだと言っています。彼は毎日の絶えざる努力によって驚異的な武術家でありスーパースターのブルース・リーになったのです。それではもう一つ彼の言葉を紹介しましょう。知るだけでは足りない、取り組まなければいけない、やる気だけでは足りない、実行しなければいけない。金持ちでも貧乏人でもハンサムでもそうでなくても、そして頭が良くても悪くても、人間はただ生きているだけで花なのである。逆境の中から私はそんなことを学んだ。アントニオ猪木。アントニオ猪木は1943年神奈川県で生まれ、13歳の時にブラジルに移住しました。ブラジルではコーヒー農園での過酷な労働を経験しています。17歳で力道山にスカウトされ、28歳で新日本プロレスを旗揚げし、燃える闘魂と称され、プロレス黄金時代を築き、55歳で現役を引退しました。国際的な異種格闘技戦や特に交流が難しい北朝鮮やイラクでの催し開催など、あらゆることに挑戦した人物だと思います。情熱の男アントニオ猪木、彼はこのようなことも言っています。一休和尚の言葉に、行けばわかるというのがあるけれど、それこそが人生そのものなんじゃないか。人生なんて誰にも先のことはわからない。だからこそ未来に対して夢を持てるんだ。こんなことをしたら危ない、あんなとこへ行ったら危ないって自分でバリアばかりを作っていたらどうなるの？楽しいのかい？不可能とは、自らの力で世界を切り開くことを放棄した臆病者の言葉だ。不可能とは現状に甘んじるための言い訳に過ぎない。不可能とは現実ですらなく単なる先入観だ。不可能とは誰かに決めつけられることではない。不可能とは可能性だ。不可能とは通過点だ。不可能とはありえない。モハメド・アリ。ボクシング元世界ヘビー級チャンピオンモハメド・アリ、1996年のアトランタオリンピックで聖火最終ランナーとして登場したことは記憶にある方もおられると思うのですが、その時にはパーキンソン病で震える手で聖火を点火しました。世界の人々にあえて晒したこの姿には彼の勇気と強いメッセージを感じました。ベトナム戦争の時には、ベトコンの奴らには恨みはないぜと徴兵を拒否、結果ボクシングライセンスを剥奪され、裁判では有罪判決が下されました。裁判費用でそれまでに稼いだお金のほとんどを失い、無職となった彼は生活のため全米の大学を講演して回りました。お金、職、世界王者の名声を失ったと同時に、アスリートとしてのピークすら失ってしまいました。兵役拒否から3年半、彼は無罪を勝ち取り、ボクシング界に復帰しましたが、ジョー・フレジャーに敗北し、復
プロデビューから11年目にして初めての敗北を味わいました。その時の言葉が、どんな試合でも誰かが勝って誰かが負ける、俺たち黒人もそうだ、勝利の時もあれば失意の時もある、負け方とそれでも立ち上がる姿勢を俺は同胞に見せなければならないんだ。そしてそれから3年後、ジョー・フレジャーと再戦で勝利し、ジョージ・フォアマンとの対決で勝利を収め、世界ヘビー級チャンピオンに返り咲きました。モハメド・アリが多くの人にリスペクトされているのは、幾多の困難を乗り越えて我々にその人生を晒し、勇気と希望を示したからだと思います。常に自分を信じて、成功することを考えて、一生懸命練習して、自分が強くなるのを見てみたい。ただ、それだけ。辰吉丈一郎。1970年、岡山県で生まれ、16歳で単身、大阪で帝拳ジムに入門。19歳でプロデビューし、21歳で、WBC 世界バンタム級チャンピオンに輝きます。これは当時の日本最速記録となる8戦目での世界タイトル獲得でした。そこから彼を待ち構えていたのは網膜剥離という怪我、初黒星からの復活、王者への返り咲き、波乱万丈、苦難の道を乗り越え、その結果奇跡ともいえる3度目の王座につきました。最後に辰吉丈一郎の言葉をもう一つ紹介して今回の動画を終えようと思います。俺はアホやから、とことん失敗せんとわからん、このくらいのことで後悔するくらいなら最初からせえへん、茨の道というのはこういうもんや。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで。さよなら。